新徳女王は、白木の第二十八代の王である。聖は金、意味名は、勝万。三国式白木本義によれば、父は、第二十六代末平王の同母弟である誠康。勝文王国藩、母は、牧師の満天勝文王の娘の月明夫人。また、旧、当女では、先代の前徳女王の妹と記されている。647年1月に、 全徳女王を廃して、党との和親を図ろうとした上大党のクモリラの内乱の最中に女王が沈没し、全徳女王派の金融信らによって勝ち万が擁立された。長身で美人だったと言われている。女王を廃そうとする親党派の家老との内乱を沈めた立場から擁立された、新徳女王だったが、高栗、くだらからの圧迫のために自主独立の立場を維持することは難しく、 内乱の鎮圧後には半島政策を進めるのではなく、あくまでも、白木の応答を維持しながらも、党の援助を求める政策を取ることとなった。内乱鎮圧の直後、647年2月には、党からは全徳女王に対する追贈と新徳女王に対する柱国、落老軍王の作法が行われ、7月に謝恩氏を発した。くだらからは、 同年8月には、重山、菅持、霧神を包囲され、翌648年3月には、腰射場など十四条が陥落させられたが、いずれも、金油神の活躍で撃退に成功した。外交面では、王族の金春秋を、息子の金文王らと共に648年に、唐に派遣し、くだら討伐の援軍を願い出て、ようやく体操から、一応の了承を得ることができた。 金春秋の帰国とともに、649年より、党の遺憾礼服の制度を取り入れ、650年には、独自の年号を廃止して、党の年号を用いるようにするなど、党との関係を盤石のものとした。651年より、完成についても党政に習ったものに切り替えていき、王の下の権力の集中を図った。もともとは、王の家政的機関であった。 林主を出事部として国家機密を掌握させ完成機構の中枢に据え林主が兼務していた財政の職能を分離独立して比べを設置した。出事部の長官を中侍と言い,い、それまでの上大統を中心とする権力体制に対して中侍を政治機構のようにしようとした。また、霊部、調布など主要官庁への霊、今大社、 死の配置を行うなど、大幅な完成改革を果たし、後の白木の律令体制の4階層制の基本となった。652年には、利方府を新設した。在位8年にして654年3月に死去し、新徳と送りなされて、砂領部に埋葬された。当の構想は、女王の死を一般で、長見つもで、巨愛の礼を行い、 海府義道三子の追蔵と共に、あやぎぬ三百段を高伝として賜った。女王には、配偶者がいた形跡がなく、女王の死によって、白木の生骨進行を系列の長男は断絶し、次男親骨ブレツ王が衰退されて、王位を継承したとされる。即位後の647年2月に、それまでの二兵を改元して、台湾の連合を用いた。しかし、 650年により、党の聖遂たちを報じることとし、以後の白木では、独自年号は用いられなくなった。三国維持王歴には、異なる系統を伝えている。第28枚沙尾女王、名称満、金氏、父真平王の弟満勝文王、母に婦人牧師、やつつい、勝文王の女なり、ある運月名、ひなり、ハット AB、 旧当初巻211、白木殿、21年前特卒、造工六大部、予感風並女子、元立その妹正則ためを、果樹柱国、風楽郎軍王。腰社場については他に、継承北道招集指頭部とする説もある。世界各国市長選史、武田幸七78ページ。ありがとうございます。